こんにちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談などやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、自分の尻尾を追いかけてしまいますということで、どうしたらいいですかということでお答えしていきたいと思います。まずですね、尻尾に対して追いかけてしまう行動っていうのは、まあ、主にね、ストレスだったりとか、あとは運動不足とかでもね、出やすい行動なのかなと思ってます。ある程度ね、頻繁に出てしまう場合は、まずは動物病院の先生ですね、獣医師さんに相談していただくのが一番いいんじゃないかなって思ってます。では我々はワンちゃんにその行動を緩和させるために何ができるのということですね。まず一つ目、大きいところでいくと、さっき言ってたストレスの発散とか運動っていうのは大事だよっていうことだったんですけども、ワンちゃんの場合はどうしたってね、人の生活って我々がワンちゃんいじめてるわけじゃなくても、ストレスが溜まるっていうのはあると思います。なのでしっかりね、運動をとってあげるということが非常に大事になってきますので、お散歩にね、ゆっくり行ってあげたりとか、環境を変えてみてね、いろんな匂い嗅いだりとか、刺激も変えてみてみるとかね、お散歩コースもいつものコースから外してみてもいいと思います。あとは、いつもよりちょっと長めにお散歩行ったりすると、そういった行動が緩和されることがあります。なのでその尻尾を追いかけることだけを問題だからやめさせようっていうよりは、なんでこの子はそんなに気になっちゃうのかなっていうのを考えてあげると、やっぱりもっとね、運動が必要なのかなとか、あとはね、いろんなところね、考えてって原因をね、考えてあげるといいかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしてやってみてください。2つ目は環境ですね。その環境が尻尾を気にしなきゃいけないような環境であったりすると、やっぱそういう行動って出やすくなるのかなと思います。なんで出やすくなってくるかっていうと、それしかすることがないっていうのが一番の問題ですよね。例えば、広さで制限をかけているってなってくると、ワンちゃんの行動範囲が狭くなれば狭くなるほど、まあ、できる行動に限りがやっぱり出てきますよね。どうしてもね、限られてくる。ある程度広くなってくると、ワンちゃんも暇だと動き回ったりとか、自分で何らか他に発散する方法があったりすると、またちょっと違うのかなと思ってます。プラスアルファですね、尻尾を追いかけるのをやめなさいじゃなくって、他に何かね、暇な時間にやることを与えてあげるっていうのも緩和にはつながるんじゃないかなと思いますので、例えばね、コングにご飯入れてあげて与えてあげる、あ、暇だったらコングをやっていたらいいんだとかね、あとはかじっていいよってなってるワンちゃん用のね、ガムじゃないけど、こう発散するかじったりするものとかもね、かじったりとか舐めたりすることがワンちゃんにとって安心につながる子たちもいるので、特に尻尾を追いかけるだけじゃなくて、かじっちゃってる子になってくると、いきなりね、それをやめさせるっていうよりは、まあ、舐めていいもの、かじっていいものを与えてって、そっちをかじる代わりに尻尾をかじるのを減らしていくとかの方がいいのかなと思いますので、直結してその行動だけを見ちゃうんじゃなくって、どういう風にしてったら少しずつそういう行動をしないように離れていけるかなっていうのを考えてあげなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ワンちゃんに対してはそんな風に接していただけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、というわけでね、やっぱり運動をとってあげるのが一番いいんじゃないかなと思っていて、お散歩どんどん出してあげてください。お忙しい方もね、いらっしゃるとは思うんですけども、ちょっと長い時間行くだけでもね、結構違ってくること多いんじゃないかなって個人的には思ってます。でどうしてもってなった時には、やっぱり動物病院の先生にね、相談だけしていただいて、一人で悩まずにね、そこから解決に向かっていくということで、まあ、我々ができることっていうのはどうしても緩和までかなと思っていて、改善になってくると必ずね、獣医さんの力が必要になる部分はあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、一人で悩まずに相談していきながら、解決をね、ちょっとずつ目指してやってみてはいかがでしょうか。
バッ